原田の脱線トークっていう回にしようと思って、脱線トーク、脱線トーク、ほら原田さんってほらあの脱線してなんぼの人間でしょ、脱線トークしかしてないけどでしょ、うん、そこがみんなほら面白がってくれてるじゃないですか、うんうん、原田さんってやっぱあの いい意味でクレイジーだなっていうね、 トークの技とかはあんま持ってないけど面白いなとにかくと、いや、まあ、その事実だからね、面白いんですよ、だからそれを熱弁するじゃないですか、ね、あの誤解を招くように、うん、あの誤解を招くというか、ね、会社の会議でね、俺が誤解してるんだけど会社の会議でほら熱弁しちゃうから怒られてると思われちゃうでしょ、そう、ね、プロジェクトメンバーが熱弁すると、ね、あれがやっぱねトークとしては面白いんですよ、いや、まあまあ、だろうが一回その、まあ、原田さんにこうなったら脱線だけしてもらおうかなと思ってね、それは脱線じゃないじゃない、それが本題なんだからでそっちをうまいこと狙って、だから今回はもうあれですよ、もうゲームのこととか e スポーツのこととかもなしです、うん、原田さんの別 あのマニアックなね、ちょっと頭おかしい人が考えるようなマニアックなことの趣味範囲、人物こと、うん、ちょっとハマってるものとか気になってることとか最近起こったちょっと面白いハプニングとかね、そういうのをもうだからいつもの原田場から脱線したトークってことです、なるほどね、それをもういやでも今までの話でもいっぱいしてきたし、だから全部みんなが見てるわけじゃないだろうから、うんうんうん、それで おさらいするわけじゃないけど、これだいぶ昔に一箇所で喋ってほとんどの人見てなかったと思うからあれだけど、俺これねみんな覚えてるかな、俺がねツイッターまだ始めた頃だからだいぶ前なんだけど、あの小野さんと絡み始めた頃だよね、うん、その小野さんとね、ゲームスコムっていうねドイツのゲームでかいゲームショー、ヨーロッパ最大、うん、来る人数だけで言ったらもう世界最大と言っても過言ではないんだけど、一般客が来るから、あのそ のゲームスコムっていうのヨーロッあのドイツのゲームショーで、なんか俺がいたずらを仕掛けてたのね、うん、それをツイッターでずっと実況してたの。小野さんの部屋に、部屋のドアノブに、うん、そのいわゆる Do not disturb っていう、え、なんすか Do not disturb って英語でいわゆる起こさないでくださいっていう札あるじゃん。ありますね。ホテルの、うんうん、ホテルにみんなで起こさないでくださいっていうやったら、いわゆるみんなノック、ルームサービスも来ないわけだよね、うんうん。ノックもしないしってやつで。小野さんが泊まってるホテルを教えてもらったわけで、泊まってるホテルと部屋番号を教えてもらって、それはだから本当にいたずらを仕掛けるつもりでバレないように自然と聞いてたで、そこにいわゆるプリーズディスターブ、つまり起こしてくださいっていう手書きの札を作ってもう子供みたいに巻きぐそうんこのマーク書いて、それだから映像残画像残ってるよ検索するとね、でもなんかちょっと検索してこれ貼っといてもいいと思うけど、当時のツイートでその各々の部屋にこれを仕掛けといたみたいなで、プリーズディスターブっていうのを貼って、要は小野さんを起こされたら面白いじゃんみたいないたずらを やってツイートしてみんなが爆笑してたわけ、海外の人がねっていうのやってたんね。で、その仕掛けた後に、まあ会食にカプコンとか会食だったわけ、うん、バンダイナムコとカプコンとか会食だったわけで、食べてる時にね、まあもうでもほら小野さんはこっちに来ちゃってるわけじゃん、うん、で、まあ、ツイッターでこれやったらめっちゃ盛り上がってるから、まあ小野さんも帰ったら写真撮ってなんじゃこれって言ってくださいよみたいなこと言ってたの、まあ、まあある意味そのそこは仕込みでもあるけど、でも小野さんは本当に知らなかったんだよそんないたずらしてるって で、ね、うんうん、で俺がその話をしたわけ、こういういたずらを実は仕掛けてきましたと、だからこれ今夜さらに小野さんが帰ってリアクションしたら盛り上がるんじゃないですかっていうことを言ったら、カプコンの人がちょっとみんな 青ざめ始めて、俺なんだこの空気と思って、そしたらちょっと待ってって言って、え512って小野さん部屋じゃないよねって言って小野さんが俺らに部屋の番号を聞かれて、小野さん小野さんであの嘘を教えてたのよ。あら
適当な番号言っちゃったわけ。あ、これはなんかあるなと思った。あの人はね、そういうくだらないとこ異常に鋭いから、これなんかされるかもと、されるか何かあるのかなと思って、一応嘘の番号言っちゃってたんだよ、うん、一応っていうか。このせいで何が起きたかっていうと、あのね、ホテルってその当時はいわゆるその泊まる名簿リストみたいなのが、この誰がどの会社がどこを予約しててどうっていうのは、一応そのホテルでね、業界単位でこう予約するんですよ、うん、だいぶ前から取れるホテルになってもう決まってるから。で、調べようと思ったら調べれるんですよ、業界同士は。実はだから、うんうんうん、どこのだから、スクエニさんはどこを取ってるとか、で、カプコンはどこ取ってるとか、大体分かるの。 E3 もなんかもそうなんだけど、で、さすがに誰が部屋番号まで分かんないんだけど、あのホテルって確かカプコンとどことどことって、まあ、いわゆる4社ぐらい泊まってる、うん、まあもうちょっと泊まってたと思うけど、うん、大人数で取ってる会社4社ぐらいだったので、マイクロソフトが泊まってるんですよ。でマイクロソフトに確認して5位口に行ってあのフロアってマイクロソフトじゃなかったですかってカプコンさんが、ね、調べ始めたら、うんうんうん、マイクロソフトの本社ですよ、日本じゃないですよ、あらら、アメリカ本社、アメリカ本社のかなり偉い人の部屋だった、うん、たまたま、うん、それはカプコン小野さんも適当に言ったから、たまたまマイクロソフトの超偉い、いわゆるあれですよ、エグゼクト取締役クラスですよ、うんうん、取締役クラスの人間が泊まってる部屋に俺が、しかもうんこの絵でしょ、フリーズ実際でうんこの絵描いた上にストリートファイター4のパッケージの絵をわざわざプリントアウトしたやつ貼ってたの、ベタって。で、腹だって分かんないわけじゃん、うんうん、もう一見するとなんかカプコンの人間が貼りに来たみたいになってて、うん、カプコンの人がそれでざわつき始めて会食の間で青ざめちゃって、速攻カプコンのいろんなスタッフに連絡して、もうでも連絡してもさ離れてるから、今から剥がしてきますって言ってカプコンの人たちがバーッと走って行ってさ、その当時のオムニホテルってところのね、うんうん、ホテルの行ってバーッと剥がしてきて、はぁはぁ言って帰ってきて、ありましたって何やってんすか、やーばーっつって。でも小野さんも小野さんっすよね。いやでちょっと未だに真相が分かんないのは、うん、そのマイクロソフトの人がそれを見たのかどうかだよね、うんうん、見たら剥がしてると思うし、うんうん、大丈夫だと思うんだけど、特にだからマイクロソフトから電話かかってきたとかはないんでしょ。はない。あ、じゃあ見てない。いやかかってくるとしたらカプコンじゃん、うん、ストリートファイターのパッケージがあったんだけど何しましたか。そうか、原田の仕業じゃないんですよね。そうそう、だからあれは危なかったよマジで。やばっす、ね、2人で青ざめたもん。いやちょっと俺は気をつけようねっつって、お互いに悪いよねこれみたいな話になって。そう、うん、だからまあそれに気づく小野さんはやっぱすごいですよ。いや小野さんもねそういうの察知するんですよ、第六感じゃないけど、ね、でも気づきすぎですよね。ほらもうちょっと面白く転がった方がいいじゃないですか、まあ、そうなんだけどさ本人分かっててこうドッキリ受けるみたいなのもあるじゃないですか。まあね、だとはだからそんな、だから海外エピソードですよ。じゃあ脱線トークでいくと原田さんのようにいっぱいあるじゃないですか。危険な目にあったの先に言ってください。危険な目はあんま言えねえな、本当にやべえやつだからな。でもほらファミリージョッキーの音が入りますから。いやいやいや、だからいっぱいあるよこれ日本で見てる人には信じられないだろうけど、いやだからじゃ本当にやばいやつとかもあるけど、うんうん、なんかタクシー乗ってたらさ、その、うん、赤信号で止まった瞬間によりによってロサンゼルスのダウンタウンのスキッドローのそばですよ。はいはいはい、はい、赤信号で止まっちゃってさ、タクシー、うんうん、助手席から全然知らない人がバーッ乗ってきて、うん、ガチャッと開けて、あこれドライバーも乗せちゃうからこれ2人組で、はい、はい、ちょっと俺ら脅されんのかなみたいなとかね、うんうん、まあ、それはちょっと言えないですか。いろいろあってなんとかなったんだけど、ち
茶が持ってたんですか。いやまあだからそういうのもあるじゃない。海外行くとそれ怖いのいろいろなんだ。俺はでもだあのゲームショーとかで初めてゲームショー行った時とかね、うん、あのわざわざそのがボディーガードまでつけてたんですよ、うん、でそんなんね、うん、大げさだと思うでしょ、うん、いやいやお前そんな人気じゃねえよと思うかもしれないけど違うんだよ。やっぱそのゲームショーとかさめったに南米にそのクリエイターとか行くこともなかったっていうのもあれ当時はね。ゲームショーまだ始まったばっかりの頃ぐらいで、うん、その時とかすごかったよね。人がもうのすごい勢いで来るみたいな。サイン会が終わらないからソニーさんがね当時 SC のソニーさんがサイン会ブースで俺がやってピチって切ったらめちゃめちゃ怒り出しちゃってみんな暴動ですか。そう並んで、なんでやめるんだよって話。わーっつって、怖かったもん。でも原さんをもらってその座って書くとこにじっとしてるんでしょ。いやいやもうボディーガードに連れて行かれるのはめっちゃ屈強な。いわゆるよく見るあの大きな人たち。人たちにでなんか俺をね運転ドライバーがついてるわけ。でそのドライバーのね運転手がいわゆるの運転手なんだけどまあ普段はあの当時はあのサッカー選手のとかの運転手をしてた人なの、そのウクリム会とか、うんうん、で普段もそのハイヤーみたいな感じで運転手してるんだよって。で結構若い俺よりも若い運転手だで結構その人の方がいいんだよかったんだけど、すっごい分厚いわけ窓が、はあ、で防弾ガラスなわけだよ、うんうん、でいやさすがにこれいるこんなのいや俺狙われてる要人じゃねえからって言ったら、うん、いやあのそういうことじゃないし目立つしあんたは絶対必要だって言われて。で防弾ガラスもねこれ昨日もね俺ちょっと危ないとこで待ってたんだけどもう昨日もチャカ持ったやつが来たからって言うわけ、うん、でどんな状況だったんですよって言ったら、いやあこれやべえなと思って。だから もちろん当然普段からロックはかけてるけどでもね向こうの人は急に銃向けてこないんだって、うん、どうするかっていうと 銃のとこねこの底ねマガジンのハンドガンの底の方で、ま、その車に近寄ってきてまず車の窓をコンコンってやるの、うん、なんでかっていうと、うん、おいって呼んでるわけじゃなくてカンカンってやると分かるんだよ防弾のクラスが1から5とかなんかランクがあるみたいでそいつ最高クラスに近いやつでなんか1個下かなそれのいわゆるその大統領とほどのを守るほどじゃないにしろ、うん、普通のいわゆるハンドガンだと貫通しないようなやつやってるからその音であこれダメだって分かるからコンコンってやってあっって言ってその2人組が行っちゃったんだってだからっていうのがお互いにプロフェッショナルなわけですよ。だからその強盗する側もあれもそうだけど。それ危ない地域の話ですよ全体がという話じゃなくて、うん、そうしたらたまたまそういう人をあの危ない地域でもやる仕事をやってる人だったんでそういうことだから昨日のままそうだったんだよっつってでだからそういうこともあるからましてや日本から来てるあなたでしょってまあそれはだからもうゲームショーの主催者からもお願いされてるしこれぐらいの警備は必要なんだよって言われて大げさだなと思ってたけど俺会場行ってもうめっちゃその熱気とさ今はだいぶ落ち着いてるけど当時はすごくてゲームショーっていうのがそんなにない時代だったからね向こう南米ではない時代だったからものすごい熱狂でちょっといや確かにこれボディーガードいるわなと思って。会議でそのヨーロッパの会議で、ギリシャ あのクレタ島、うんうん、クレタ島ってあるんですよクレタ島、まあ、リゾート地なんだけどね、はいはい、今やクレタ島に行ったんですよもう全然人口見ませんよでもう本当に日本人なんか全然誰も見ませんクレタ島で会議をなぜかするっつって行ったら行って食事したら日本人だけばっかりですよ日本人と、うん、あとフランスのとかヨーロッパの人がいっぱいいたけどで会議してたら隣のねそのギリシャ人だと思うんだけど、うんうん、その
カップルがいたわけで、カップルのうちの女性側ですよ。それも女性側が、俺はサングラスしてないけど普通に食事してる時、みんなで会社員世を忍ぶ仮の姿で、いやいや、まだバンダムの会社員同士でみんな食べてるね、あのリゾート地のホテルのその野外だけど、うん、テーブル囲んで食べてると、そのずっとこっちをチラチラ見てるわけで、そういうのってそのチラチラ見てるかもっていうのは自意識過剰じゃないですか、うん、だからそれはあの俺はあんまりない方なんだけど、それにしてももう最後チラチラじゃなくて睨んでるわけ、なんか見て やべえな、これ日本語でずっと喋ってんのが あんま良くなくて、俺の声がギャーギャー騒いでうるせえのかなと思って、でついにですね、そのうちのテーブル そのエルベってやつがね、フ、うん、ランス人がトップのやつなんだけど、そいつが立ち上がってトイレに行こうとしたら、だからそいつにその女性がすいませんって声かけてるわけで、ああしまった、ついにクレバー来るぞと思って、うん、多分この人だったら英語できるか何かと思ったんだろうね、何かの言語がヨーロッパの何かの言語が通じると思って、なんかそうやって聞いて、そしたらなんかあのそのエルベってやつが俺のとこ来て、原田さん、あの彼女が原田さんとどうしても写真を撮りたいって言ってるって、えっつって、俺が誰だか分かってんのって言ったら、彼女すげえ知ってて、なんでこんなところにいるのって言ってますみたいな、はぁみたいな俺もうワンナム中みんなですよ、逆じゃん普通、あのこんなところにこの人がいるでみんなが騒ぐの逆ですよ、俺らがさ、なんで俺が分かるんだって話で盛り上がって、っていうのは海外で実はちょいちょいある。で不思議なことにサングラスしてないのに気づくのは女性の人が多いんですよ。なんでわかるんですかね、あのクリックリな目の時でしょ。いやだからよくわかんないんだ、ね、何でわかるんですかね。だからあれは不思議、そのエボとかだとわかる、うん、エボとかラスベガスはさ何千人下手したら1万人近くあの格ゲーマーが集まってるでしょ。だから それでもあそこどこ歩いてても声かけられる、これはわかるけど、うんうん、ゲームショーの間とかさ、 E3 の間とかゲームスコムの間はしょっちゅうね、街中歩いてても飯食っててもなんかおごってもらったりとか声かけられる、これはいっぱいありますよ。だけどそんなさプライベートで行ってるなんかドバイだとかそのバンナムの会議で行ってるクレーター島とかでさ、そんなことに気づかれるとかいうのはちょっと意外だよね。だってそんなリゾートチックな観光地みたいなところで原田いねえかなって言っていう観光客はいないでしょ。いないし、すごいだからまあね、鉄拳ヨーロッパで売れてるってのはあるけども、うんまあ、それにしてもね、そんなこと気づかないでしょ。だから日本国内で思ってる以上に原田さんの顔は海外で相当売れてるって言ってないんだけど、いや売れてるんじゃなくて、なんか多分だから違和感があるんだろうね、やっぱりね、向こうにいると。でも俺ドバイにいると違和感ないんだけどね俺サウジアラビアのドバイで違和感のない顔だから似合いそうですね。あれなんかつけさせられたいや、つけさせられた、自分が好きでつけてたんだけど、うん、だってそのサウジアラビアのね、プリンスに、ね、この格好したがる人は世界中みんな、ね、サウジアラビアとかドバイに行くとみんなこの格好するけど、あなたほど違和感のない人は見たことがないって言われたんだ超馴染んでたんでしょ。そうそうそうまあ似合いそうですね、あれ確かにサウジアラビアの空港の最後パスポート、うん、本当のパスポートコントロールの前のセキュリティでパスポート見る人はものすごく語学堪能、何カ国語もでいわゆる挨拶ができるわけ、うんうん、グッバイからさよならからチャオから何から全部言える、サイチェンから全部言える、全ての人種に合わせて。でバンダイナムコってものすごいブランチがいっぱいあるから、うん、いろんな国の人スタッフがいるでしょ。その国の人を見極めてパスポートを見る前から声をかけるわけですよ。それがプロフェッショナルなわけですよ。でちゃんとグッバイさよならサイチェーンとかって言って言って、俺の番の時に俺があの格好してるのもあって、いきなり普通にアラビア語でなんかホヤホヤホヤって言われていやいやでパスポート見ておうっつっておうさよならって言われたんだけどパスポート見るまで俺が何人か分からなかったのかみたいな。そうか、確かにそれは分かんないでしょ。そういうのあるよね。UFO に連れ去られた人っているじゃん世の中に。あ、俺の友達もね何人かいるんだよ実は。いや本気で、じゃあそいつは冗談で言ってんじゃないよ。だそいつからすると本気で連れ去られてんだよ、その時の後だみたいなこと言ってるやつがいるんだマジで。で俺そいつのことは否定しないし大好きなんだけど、だけどテレビ見ようが、そのテレビでもそうだし雑誌でもそうだし俺の友達でもそうだけど、その知人とかね知らない人軒並みね UFO に連れ去られた人の
その証言とか含めて、うんうん、全部トータルすると俺の中である程度の統計があるんだけど、これ有意差があるかどうか置いといてよ、全員デッサン力がないんだよ、うん、めっちゃ絵が下手なの、うん、みんな どういう母船の中だったかとか、どういう UFO だ、どういう宇宙人だか絵に描かせると全員絵が超絶下手なの、超絶とは言わんけど、まあいわゆる一般的に下手なわけですよ。だからなんで、じゃしかも俺の知り合いってそのこの業界の人間でしょ、俺この業界ってめっちゃ絵うまいやついっぱいいるんだよ、うん、絵うまいやつに限って宇宙人に拉致されてないわけじゃないですか、うん、そうなるとそういう言い方もできるわけでしょ、おかしくねこれと思って、だから描かれたくないから UFO 側が、だからじゃあデッサン力を基準にして拉致してることになっちゃうじゃねえかよ分かってんすよ UFO の方が、こいつ絵汚い、絵下手だからバレねえと、じゃあ記憶力も悪いのかって話になっちゃうじゃんだそれじゃあさ原田さんみたいな吊るさる人は全部言いそうじゃん、絵全部描きそうじゃん、全部ネタバレ言っちゃうよね、俺だから吊れ去られないんですよ、いやだからさそういう話と一緒で、だからさそういうカラス200匹見ちゃう人に限ってさ、ね、絵が下手とか写真とか、あの人絵が下手でしょ、下手、すげえ下手、ほらすごい、ほら、うん、美術、絵が上手い人で宇宙人に連れ去られたとか、ドアを開けたら200匹カラスがいたって聞いたことないもん言ってほしくないから UFO 側も、え他にその恐怖体験あんの、ちなみに、え怖い話、うん、怖い話だから、えな神戸のホテルに泊まった時に、あのあれ僕原さんに一回言ったか、あのシャワーが急に夜キューってバーってシャワーついて、うん、で怖えなと思って見に行ったら開けたらシャワー止まるんですよ、じゃだからそれさそれはマジなの、キュッキュッキュッって嘘でしょ、あそこも動くんですよ、え回ってたの、めっちゃ怖かったっす、ちょっとそれは本当だよ、本当になんか起きてるよ、そう確実に、でちゃんと水滴もついてるし、いやキュッて回ってた、本当にキュッキュッて誰かが止めてるようにして止まった、嘘つけよお前、それは僕は多分一番今の、じゃあ分かった、一個だけ言うわ、じゃあそれはそれでいいよ、幽霊でいいよあ幽霊だと、お前分かった、それは別にバカにしてるわけじゃなくて、幽霊でしかないはずでしょ、だとしたらね、それは本当だとしたら、じゃあ一個だけ聞くわ、あなたが幽霊ないし人間でもいいでしょ、人間でもいいけどさ、じゃあさシャワー浴びてる時に俺がシャワールームを誰って覗いたら、まずキュッキュッキュッてシャワー止めんの、お前閉めないですよ、それおかしくない、おかしいとは思います、なんでじゃあ幽霊になったら、幽霊って性格がなんかおかしいの、幽霊ってなんか人間が見に来るとあ人間だキュッキュッキュッてやってることになるじゃん、まあやんないですよ、ね、だから俺はそのキュッキュッキュッて閉じたとか開いたということ自体を疑ったり否定はしないよ、いや疑ってはいるけど否定はしないよ、本当にだってそれは見たんだろうから、見た、いやひょっとしたら寝てたかもしれないけど、いや見たとしましょうよ、見たっていうのはもうこれは見た仮説なので、見たってことはもう間違いないってことに仮定するしかないんだけど、見たとしたらじゃあその先を本当に興味あるんだったらちゃんと考察しなよ、いや怖いじゃないですか、いや怖いっていう感情は分かりましたと、それはあなたが思ってることであって起きた事実は何なのかってことだけしっかり思い直せば分かるけど、あなたが覗きに来たらあのシャワーをわざわざ止めるっていうことは何だったのかって思い出せる、だってそうあなたが濡れないようにしてるわけでしょ、逆に言うとそういう解釈もできるわけじゃないですか、順番来たから変わろうかなと思ってくる、いやだからさだとしたら悪意がないじゃん悪意ないかもしれない、あのさ見たこっちは怖いっすよ、見たこっちは怖い、いや本当に怖いのは、じゃあ分かったよ、どうか俺が幽霊になったらどうすると思う、あなたの、ね、ホテルに僕が来たよって分からすようにシャワーを利用するとしようとしたら何をやるかっていうと、多分シャーッと音を鳴らして来い来い来いって来たらかあなたが入ってきた瞬間に血のシャワーにしますよ、あ確かに、ブワーって血のシャワーにして、うわなんだこれ絶対幽霊の仕業だって、幽霊っていうか霊の仕業だって、それだったら絶対確信するでしょ、だって幽霊じゃもん、そんな悪魔か何かの知らせじゃないですか、そんなどす黒いものがとか赤とか黒とかの髪の毛が出てくるとかだったらさぞかし怖がらせることができたでしょう、あいつ来たって言って止めるんだよ、
ュッキュッキュッて落ち、しかもあの本当のホラー映画だったらシャーってなってるの開けたら完全に止まってよくて水滴でしょ、ポツポツで閉じてしばらくしたらまたシャーってなって、バンって開けたら完全に止まってるっていうのはホラー映画で人を怖がらせる描写って本当はそうじゃないですか。それ間に合ってないじゃん、キュッキュッキュッってまあね、だからだってその幽霊はあの反応が遅いってことでしょ、ちょっとどんくさかったかもしれない。でどんくさすぎない、だってじゃあこう考えた方がいいよ。そんなね、あのあなたがガチャンってドアを開けてからって閉めるような反応の悪さの幽霊があなたにそんな何か危害を加えれると思う、まあ、危害を加える気はなかったかもしれないけど、うん、こっちはとにかく怖いですよ。いやそんな、だってシャワーが出た段階で怖いじゃないですか。だけどじゃあ他にやりようがあんじゃん。じゃあ、ね、じゃあ、あなたは今何を証明しようとしてるかというと、幽霊の存在を証明しようとしてるわけじゃないでしょ。だって幽霊はいるって前提で今話してんだから、うん、だとすると今あなたが証明しようとしてることはその幽霊がいかに間抜けかということを証明しようとしてるんでしょ。人を怖がらせるにしても中途半端だし下手くそだし反応は鈍いし、一番今幽霊をバカにしてるのはあなたですよ。やばい、もっと来るかな。母さん、あと5分だけ喋りましょうか。1個だから僕ちょっと聞きたいことあったんですよ。何最近プロレス見ないって言ってたじゃないですか。あ、プロレス見なくなったね。僕も最近全然プロレス見ないんですよ。お酒なくなっちゃった。ちょっと取ります。あ、これちょっと残ってる。僕はね、あ、これ口つけてないよね。あ、つけてない、つけてない。大好きだったプロレスラーの三沢光晴なんですけど。あ、え、何？三沢光晴さん。あ、三沢さんね。2009年の6月にちょっと事故でお亡くなりになって、もうそれから、まあ、ある意味リングで死な、ね、亡くなられたとも言える方だよね。ずっとだからもう追っかけだったぐらい好きだったんですよ。あ、好きだったよね、そう、ずっと好きで、ね、てるよ、全日追いかけて、俺も好きでしたよ。そう、なんか僕のヒーローだったから、その人いなくなっちゃってからもうほんと見なくなっちゃった、で最近たまに、別にどっかの団体のプロレスが嫌いだとかっていう話は全くなくて、プロレスは今ブームになってるし人気復活してきてるし。あ、でもこの間ドラゴンズゲートとか見たな。この間っていうか去年、だからそれでなんかちょっとね、国内のね、その、団体名は言わないですけど、国内のプロレスが、ちょっとアメリカナイズしすぎちゃってる、そのマイクパフォーマンスとか入場シーン。あ、でも昔からそれはある程度あるんじゃない？新日ってそっちじゃなかったですか？前日とかノアとかで、そうね、ちゃんと戦った後は握手してヒーローインタビューがあってっていう、そのしきたりがあったわけですよ。あ、ちゃんとした、ね、あの乱入もないし、はいはいはい、僕そっちは好きだったんですよ。ある意味そのクラシックなというか正統派というか、まあ、で今のプロレスはやっぱなんかその、やっぱエンターテインメントが高ぶっちゃってる感じがすごいして、で個人個人がちゃんとツイッターしたりとかちょっとタレントっぽくなってるとか、なるほどなるほど。だから前日にそれはないんですよ、マイク向けても喋れないやつがいっぱい行かってたりとか、僕はそっちを見てたから、どこの団体見ても最後マイクパフォーマンスをするし、入場シーンはやっぱりその長いし、なかなかでも試合終わった後帰っていかないし、乱入乱闘があるし、ちょっと見ててしんどいんですよ、なんかアメリカ見てる WWE 的なね。そう、アメリカのトラックが入ってきて、そのリンク壊すとかそこまでの規模は日本ではやらないんですよ、アメリカにちょっと傾いてるのかなっていうところもあるし、三沢さんいなくなっちゃったっていうのがあるから僕はプロレスを見てない。なるほど。原田さんが前僕が聞いた時に最近俺もそういうプロレス見てないなって言ってたのは、なんでなのかなっていうのをちょろっとした聞いてもらおう。それだからさ、その視点の違いでした。あの、分かるよ、だあなたが言ってることはあの、ある意味しっくりくる。で、しっくりくるってことは同じような価値観ってことでしょ。これがだけどその同じような価値観に対してのちょっと観点が違う。何が違うかというと、今の話を聞いてて俺はやっぱりすごく感じるのは、それはプロレスが変わってしまったっていう言い方をしてるでしょ、ある意味。
ある意味そうじゃないですか。だって自分が思ってたプロレスと見せ方が変わって、うんうん、その受け取り手の感覚が変わに合わないって言ってる話じゃないですか、うんうん、だからこれ自体が俺ちょっと見え方が違ってて、それはあなた自身が年を取った証拠ですよ。あなた自身は変わってないんです。だけど世の中に求められているニーズとかシーンはそのニーズによって変わるわけだよ。だから逆に言うとその形がダメとか悪いわけでは全くなく、受け入れられてるし、だからこそファンが増えている。一時低迷してたって言われるプロレス界がもう一回やっぱり今そのなんていうの、全員がって意味じゃなくて、そのちゃんとしたロイヤルファンっていうのがまた新しくつき始めた。で今までファンじゃなかった人とか、そのなかなか女性層が取れなかったところ、女性層が増えてきたとかいう流れを見れば分かる通り、それが全ての答えだと思ってて、だから そのニーズの方が高まってるし、そのニーズを生み出したってことにフィットしてるだけで、それはいわゆる老害世代である、もう老害といっても過言ではない我々の価値観にたまたまフィットしてないだけであって、あなたに合わせる人は全くないわけですよ。だから卒業してんですよ、もう。なるほど。そういう意味で言うと、で卒業したし、求めてるものをそのあなたが求めてるものを今更やったところで、それは今の若い世代の人たちに受けない形なわけだから、受けないというかその共感できない形なんだから、それじゃ存続できないわけじゃないの。だからその人々って面白くて、その自分だけが理解したいっていう気持ちと、で自分の好きだったあれを残してほしいって気持ちはある。でもその自分が好きだったあれを残すってことは、ある意味、その時代に合わなくなってる可能性もあるわけで、その時代に合わないものを無理にでも昔の形にしてくれっていうことは狭めるってことでしょ。で狭めちゃうと今度商売成り立たないんだから継続しないわけですよ。それいろんな IP とかゲームと一緒で、ゲームのあの頃が良かったばっかり言っちゃうと失礼だけど、あの頃が良かったをそのまま続けたタイトルで生き残ってるタイトルってほとんどない、うん、とんでもない冒険をしたり、とんでもない逸脱の仕方をしたり、とんでもないはこれ何っていうことをやったタイトルの方が生き残ってるケースもやっぱあると思う。いやもちろんクラシックなことでずっと確保してる変わらないことが逆にずっと生き残ってるっていうものもあるし、でも逆に変化し続けてるから生き残ってるものもある。でたまたまプロレスはやっぱり変化が必要だったんじゃないの。だからそれはその時に合わなくなったのは受け手であるあなたですよ。まあそうですね、あなたが変わらなかったと思った方がいい。なんか世の中のニーズが変わってるところから、昔から変わらないニーズが変わらないあなたが取り残されただけですよ、それは、うんうん、っていう取り方もあるわけでしょ、うん、だからそれが悪いわけじゃないじゃん。昔の記憶が強烈というかね、その好きだった時代が強烈すぎるから、 それはさ青春っていう話と一緒で、あの初恋の人が忘れられないっていうのと一緒だよ。俺やっぱドラゴンズゲート見に行って思ったけど、うんうん、ドラゴンズゲートとか若い人からすっげえベテランまでみんなすげえ喜んでんだよ。あれを見てほらやっぱり新しい形じゃんと思ったもんね。いわゆる見ててさ揺らぎがあるわけ、いい意味の、うん、そのこれいわゆるそのこの対立構造っていわゆるドラマとしてもともと用意してたものだろうなっていうものから、これ絶対にそういうもの絶対ハプニングだよねみたいな、なんか緊迫感からあるわけだから、そうあの揺らぎが面白いわけでしょ、うん、でそれプロレスのある意味真骨頂みたいなとこあるわけじゃん。それとかをうまいこと全世代向けにやってるっていう意味で言うと俺は面白いと思ったし、だ それで言うとまだまだ見れるなとは思ったんだけど、うん、だけどそのそこに目が向かないってことはやっぱりもともと求めてたものがその昔の強烈な印象のプロレスなんだから、そこからその位置から動いてないだけの人なんですよ。だからそれが悪いわけじゃないよ、その位置から動かないのも一つの選択肢だし、それは全然いいんだけど、それでもってプロレスが終わったわけじゃなくて、あなたの中のプロレスが終わったって言ってるだけであって、
プロレス界があなたから離れただけなんですよ。超絶狭いことをね話す方が割と楽しかったりするんで、これミクロなことをマクロな視点で見るみたいな話は大好きなんで、まあ、こういう回もありますよとか、そうですね、こういうことばっかり喋ってたけど、で見る人がものすごい少ない方が俺は話しやすい、うん、もっと言ったことのない話を本当はしたいけどね、で次それ言ったことないまだ一回も話したことない話的なことはしたいけどね、今おさらいみたいな話ばっかり、うん、だからそういうのもちょっと増やしながら、本編は本編でね、うん、ちゃんと撮ってゲストもちゃんとお出迎えして、いやーやべえ話いっぱいあるよ。ファンレター世界の刑務所から来るからね。